おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1536です。はい。今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら。フレームアームズガールのゴーライカイバージョン2。こちらの方の、まずは開封ですね。それから始めまして、頭部、胸部、ボディ、てか、腹部っていうかね、こちらのパーツの組み立てを紹介していきました。ということで、今回はですね、そちらの続きですね、腕を作りまして、足を作りまして、武装を作りまして、ということで、組み立ての方を完了させた後に、ギミック関係とかね、その辺をちょっとやっていきたいと思いますので、まずはですね、説明書の順番通りといきまして、腕ですね、そちらの方を作っていきたいと思いますが、腕だけだとね、ちょっとパーツ数として物足りないので、腕と足のパーツ、さっさとね、用意してしまいたいと思います。ただですね、基本的にですね、両腕作り方同じとなっておりますので、片腕と片足分ですね、そちらだけ準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。こちらが腕部、こちらが脚部という風に置いてあります。で、まず腕から作っていきたいと思いますけど、腕に関しましては以前のものと大体一緒という感じですね。一応こちらが二の腕パーツ、こちらに黒いこちらですね、肘関節部分をここで合体させますよと。はい、そして下のところに前腕パーツがつくと。これに関しては大体ね、いつもと同じパターンなんですけど、ここでちょっと違うのがここの部分ですね。ここのところに手首用のブロックパーツとしまして、こちらのパーツが1個こうやって挟まりますと。以前のものは2パーツだったものが、ここのところが新しく変わったって感じですね。で、このパーツが準備できましたら、こちらで閉じますよと。はい。これで腕パーツができました。で、今までのやつはここのところで手首パーツがね、こういう風にありました。ザクッと入りましたけど、今回新しいタイプになっておりますので、そのままでは入らないので、ここのところに手首ジョイントですね。これが入りますよと。これが一番変わったポイントですね。これがね、非常にありがたいわけですね。今までのやつだと、このような稼働ができないので、ここの部分に手首パーツがついて、まあ、例えばこれ武器持ちだったとした場合、この状態のこの振りができないと。で、この調整ができないので、バズーカとかね、ああいうのを持たせた時に非常に持たせにくかったんですけど、こちらの手首ジョイント、こういうタイプになったおかげで非常に武器がね、持たせやすくなったという感じですね。こういう風に腕ができましたよと。で、これができましたら次、肩パーツ行きたいと思いますけど、肩パーツに関してはこちらですね。このパーツを用意し、ここの中にこのパーツを仕込みますよと。これに関しては以前と同じような構造というか、まるっきり同じですね。こういう風に作ることができるんで、こういう風に一つ作ります。で、こちらのパーツを使って、ここで組んであげたら、これでゴーライ。で、こちらの側面に、こちらのパーツですね。これを中心部分としまして、これの側面を覆うように、側パーツをくっつけてあげることによって、これがゴーライ下位のパーツになると。で、これをこのままね、ここにつけてあげることによって、これでゴーライ下位の肩アーマー。これを外すとゴーライという風に区別しているわけですね。まあ、とりあえずゴーライ下位で仕上げたいと思いますね。これをこのままつけてあげますよと。そしたらこれちょっと横に避けときまして、次に足ですね。こちらを作っていきたいと思います。脚部に関しては若干これもね、構造変わっておりまして、まずももパーツからいこうかなと。で、ももパーツ、こちらのパーツですね。これ実は L っていう刻印が打ってありまして、ここのところにこちらのパーツをつけますよと。その時にピンの長さの違いの問題もありますけど、ここで2つ組み合わせた時に両方とも LL と並ぶようになってるっていうのも特徴ですね。こういう風に作ってあげましたら、このパーツをこちらですね、後ろ側のところにこれで仕込みますよと。はい。で、これでこのパーツ仕込み終わりましたので、今度ここですね、こちらのところにポリキャップをつけるよと。で、こちらのポリキャップをここに入れてあげまして、そしてこちらのパーツで閉じますよと。はい。で、こういう風に閉じてあげて、これでももパーツが出来上がったと。で、こちらの側面の部分にこちらのね、グレーパーツを差し込んで、これでこの状態が作れましたと。で、これができましたらちょっとまた避けときまして、次に足首の関節ですね。まあ、順番としては先にこちらを作るんですけど、こちらのちょっと大きめのやつ、これがベースとなって、これの上のところですね。ここのところに、こちらのパーツが入りますと。で、こちらの最初にはまるやつですね。こういう風にカチッと入る部分が最初につくんで、説明書の順番としてはこちらの軸パーツに、こういう風に固定できるやつが手前から奥に向けてこれでつけます。そしてこちらのパーツをつけることによって、これで足首のジョイントパーツが出来上がります。で、今度こちらのパーツをちょっと床に置いてしまったらね、わけわかんなくなりそうなんで、まずこちらの太軸っていうかね、下のごっついやつですね、これを先に足首のっていうか足のベースとなるこちらのパーツにあらかじめこうやってつけてしまいますと。こうすると上下わかりやすくなるんでね、一応こういう風につけてあげたら、下のこの丸い部分ですね、こちらのところにこちらの形状のパーツを差し込んで、こういう風に作ってあげる。これが準備できましたら、ここのところの穴のところに足パーツ、これが入りますよ。で、奥までざくり。で、これができましたら反対側から閉じてあげると、これで、はい、足が出来上がるわけですね。こんな感じですよと。はい。で、一応今回ですね、左足を作ってますんで、この状態だとね、左右分かんなくなってしまうので、この状態でこういう風に倒してあげると左右の区別がつけやすいという感じですね。
で、これが準備できましたら、次にキャタピラのパーツを作りたいと。で、キャタピラのパーツ、ベースとしてはこちらのパーツですね。これの、ここのところにこのパーツを入れます。その時に向きが決まってるんで、それを確認して入れてあげて、こちらのパーツで閉じてあげますよと。このパーツが準備できましたら、ちょっと置いときまして、キャタピラ、これですね。これを作りたいと思いますけど、これ、前回とかね、以前のものと違って、前回のもののやつはこう2つのパーツを組み合わせるだけだったんですけど、これがですね、3パーツ構成になっているというのが、新たにね、進化したポイントですね。で、ここのところパチンと入れてあげて、あとこちらのところで閉じてあげるだけだ。はい。まあ、形状確認すればね、全然問題ないんですけど、こんな感じ。まあ、厚みが増したと言いますかね、よりリアルな形になったのかな。こんな感じにできました。そしたら、こちらのパーツの下の、この穴開いてる部分に、こちらのパーツを差し込み、先ほど作ったこいつのここを通してあげて、そしてこちらのパーツで閉じますよと。これで、キャタピラパーツができたという感じですね。で、これがまた準備できました。ちょっとまた避けときまして、次に、膝関節ですね。膝関節に関しましても、以前のものは2パーツ構成だったんですけど、これの、ここのところですね。この間のところに、こちらのパーツが入りますと。で、組んでしまってからは入らないので、こちらあらかじめ中に仕込みます。で、これ、形状が決まってるんでね、逆だと入らないんで、一応形合うようにしてあげれば問題なく入ると思います。で、入りましたら、ここで閉じてあげて、このパーツができる。で、こちらのパーツの、ここのところにポチッとね、くぼみがあるんですけど、このくぼみが上になるように持ってあげて、ここのところに、こちらの、先ほど作った太ももの部分とね、つなぐためのパーツをこうやって入れてあげます。で、もう一つのやつで閉じてあげれば、これで出来上がると。で、これなんですけど、今入れた感覚としまして、こちらですね、今ちょっと、差し込みがね、向き逆だったっていうのもちょっとあったんですけど、これ、硬いからといってね、強引に入れすぎると、先にこちらのところね、壊れてしまう可能性があるんで、慎重に刺した方がいいと思います。で、こういう風に刺しました。で、これが準備できましたら、ここのところにつけるスネパーツを作る前に、先に足っていうかね、こちらの下の部分作りたいと思います。で、まずこちらのベースのところに、こちらのね、ヒブパーツというかスネパーツですね。これを入れますよと。で、こちらの丸くへこみがあるやつですね。これが後ろになるようにして、ここに配置してあげたら、ちょっと置いておきます。で、こちらのパーツを、ここに仕込みますとかいろいろやっていく必要性があるわけですね。で、これが準備できる前に、ここのところに、このパーツですね。この板パーツと、下のところに、このパーツがここにサクリと入って、この状態を作り、ここのところに取り付けると。で、奥までしっかり入れてあげて、こうした状態にすると、ゴーライの形になりますよと。で、ゴーライ回にするときには、さらにこちらのところでパネルパーツが1個追加になるという感じですね。まあ、これでゴーライ回の形になります。一応この形になりましたら、ここで閉じたいんですけど、閉じる前に、ここのところに組んでおいたキャタピラパーツがここに入ります。で、これが入りましたら、ここで初めて閉じることができますよと。で、これでしっかりと閉じてあげると、これでだいたい脚部パーツができたと。で、これができましたら、下のところに組んでおいた足首がここに入ります。で、あと太ももですね。これが上のところにパチンと入りまして、あとここのところで前面パーツをつけますよと。で、前面パーツが一応こちらのところにこういう風にありますけど、まずこちらですね。こちらのちょっと前面パーツ、一部欠けてるやつのところにこの黒いやつを形状確認に入れてあげて、凹みがあるのが上になるように持ちます。これの裏側ですね。ここのところの一段凹んでるところに、こちらのグレーのパーツがここに入りますと。ちょっと奥まってるんで、ちょっとやりにくいんですけどね。これを入れますと。で、やりにくい場合は、こちらの膝のところに先にこいつをくっつけておいてから、こちらを差し込むというやり方をした方がやりやすいですね。はい。こうすることによって、ゴーライ回の脚部になるという形です。で、もう一個のこちら。それと、ワンパーツちょっとね、漏れてるんで後で出しますけど、このところに黒いパーツつけます。内側のところに、こちらのね、先ほどのやつの色違いみたいなやつがあるんで、これを同じような感じでこの中に仕込みますと。そうして、先ほど言ったね、黒いパーツっていうのをちょっと用意したんでね、これをここに入れますよと。はい。で、こちらのパーツ入れにくいときには、先ほどね、こちらの回のときにやりましたけど、あらかじめ膝のところにパチンと入れておいて、これを差し込むというふうにやった方がやりやすいですね。そしたら、こちらがゴーライのやつっていうのができましたよと。で、あと、もものパーツですね。これを作る必要性がありますけど、まずはですね、こちらのベースの部分に、こちらのパーツをつけます。その時に、こちらのパーツの穴あるやつが側面にこう入ります。そして、この関節パーツがここに入るんですけど、これ入る向きが決まっておりまして、今スッとね、こう入れますけど、入れた時に、こちら平らな面に対して、こちらが尖ってますけど、尖ってる側の方に、玉のパーツが若干寄りますよ。で、さらにこちらの寄った玉が斜め上につくという形に配置してあげて、このパーツを
このパネルですね、これの内側に取り付けますよと。でしっかりつけないとこれですね、ガクガクっていうかね、もう悠々になってしまうので、しっかりと入れてあげてこの形を作ります。できたらこちらの玉のパーツを太ももに仕込んだこのグレーの部分にプチンとつけてあげれば、これで脚部パーツができたという感じになります。はい、これでまずですね、片側の方の組み立てが完了しましたので、右腕と右足の方をささっとね作ってしまいたいと思います。はい、右の方も完成しました。一応ですね、足に関しては左右のこのもものパネルの違いぐらいしかないよと。で、腕に関しましても全然ね、同じような感じで作ることができるんで、まあ、とりあえず問題ないかなと。ただですね、肩に関しましては、これ、ゴーライと同じなので、ここの部分ですね、こっちに比べてちょっと盛り上がってるんで、この盛り上がってるやつが左側というのを判断して作る必要性があると。まあ、それぐらいしかね、違いはないので、まあ、こんな感じで普通に作ることができるという感じですね。それでですね、今気づいたんですけど、ゴーライ海洋のですね、こちらの肩パーツ、実は左右で形状決まってたんですね。なんか刺して変だなと思ったんですけど、これ差し込むことによって奥まで入るのが左側と。で、反対側ね、どっちにしろ何もないんで、しっかり入ってしまうので、こっちを基準にして肩のね、外パーツをつけるような感じにすると、ちゃんとこれで形が決まったという感じですね。はい。これちょっと作り方間違えておりました。一応これでね、両腕両足分揃いましたので、最後に武装パーツ関係を作っていって、最終的に組み立てて、可動範囲とかね、軽くやっていきたいと思いますね。最後のね、武装パーツ、さっさと用意してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。これがいつものハイブキャノン。これがゴーライ海洋のレールガンですね。そして胸部パーツ。そしてナイフというふうに置いてあります。まずはですね、ハイブキャノンから作りたいと思いますけど、これに関してはいつもと同じパターンですね。この2つを組み合わせますよと。で、組み合わせました、こちらのところの、まず間ですね。今ちょっと組んでしまいましたけど、先にこれをつけますよと。これが今までのやつと違うという感じですね。これに関しましては、まるっきりね、同じような形状なんですけど、左右のね、ものに対応したものになってると。で、こちらのパーツをここに仕込みます。で、このパーツで閉じますよ。こうすることによって、どっちにつけるときでもこういうふうにね、ここの部分をスライドさせることによって、右左変換できるようになってるという感じですね。うん、これは考えられてますね。で、ゴーライ回でまず作りたいと思いますんで、こちらのパーツは、これですね、この突起の部分の反対側になるように配置してあげますよ。それから、ここの部分に、こちらのパーツを、ざくりと差し込みまして、ちょっと漏れてましたこちらの関節パーツっていうかね、これをここに入れますよと。はい、こういう風に作ってあげれば、これでゴーライ回の時になります。で、これのレールをずらしてあげて、これをグッとね曲げてあげるだけで簡単にゴーライ用になるという感じですね。うん、これは非常に考えられてて、とてもいい作りとなっております。で、レールガンに関しましては、この2つのパーツをここで組み合わせて、これはですね、以前のね、白いゴーライ回と同じような感じで作ることができるとかね、持たせるんで、こうではなく、逆さ持ちですね。こういう風にしてあげて、先端部分をつけてあげます。こちらのマガジンなのかな?このパーツをここで作ってあげて、2つ重ねますよと。はい。で、その時に多分こちらですね、そのまま適当に作ればいいと思うんですけど、これ、一応へこみですね。このへこみが一応合うように作らなきゃいけないみたいですね。上のところにあるへこみが、両方ともね、同じ向きを向くようにして、このように作ってあげますよと。このへこみの話ですね。で、これが準備できましたら、こちらのところにくっつければ、こういう感じになります。で、あと、ここのところの穴に、こちらのパーツをつけると。そうすると、まあ、手持ちさせた時の、まあ、ホールドパーツですね。こんな感じにすることができるというふうになっております。で、あと、こちらのところに置いてある胸部パーツですね。これに関しましては、今回のゴーライ回バージョン2からついてきたね、新しい胸部パーツという感じになっております。それがですね、まず、こちらのパーツの裏側に、この黒いやつを入れます。で、前面部分に、この白いやつですね。これをここのところにプチプチっとつけてあげることによって、一応こちらが胸部中ってやつだったかな。この形状に関しましては、ゴーライの時ですね。ゴーライ、回ではなくゴーライの時の胸の中サイズってやつですね。で、もう一つ置いてあります、こちらのパーツ。これの裏側に同じような感じで、この黒いパーツを差し込みまして、こちらの白いやつをつける前に、中央部分のこのパーツを入れます。あと押さえるようにして、この白いパーツを入れて、下にある穴ですね。この下の穴のところに、こちらのパーツを差し込むと。その際、向きが一応決まってるんでね。これを確認して、ざくりと差し込んであげる。で、あと反対側も同じように。これに関してはちょっと外れやすい可能性があるんでね。外れるようだったら接着した方がいいと思いますけど、こんな感じでつけます。これがゴーライ回の時の中パーツという感じになってるんで、まあ、こんな感じで作ることができると。で、同じような構造で、こちらですね。台のも作ることができると。ただ、台に関しましては、こちらのね、ゴーライ回の時みたく、下の部分がね、外れるわけではないので、こっちの方が組みやすいですけどね。こんな感じの胸のサイズの違うものが作ることができますよ。ナイフに関しては今までと同じパターンとなってますよね。こんな感じの切り離しだけというふうになっておりますんで。一応これで組み立ての方全部できましたということで、先ほど作りました脚部ですね。こちらと、
強雷用の膝パーツ、腕ですね、そして肩パーツ、前回組み立てましたボディ周りと頭部ですね、あとは強雷回の時の胸部パーツ、そして首という風になってますので、これで組み立てのは全部完了という風になります。ではですね、こちらのパーツ組み合わせて、まず強雷回からいこうかなと。でまずこちら強雷回、このねパンツのところとかね、脚部のところつけたいと思いますけど、この状態だとどうしてもつけられないので、ここのところにパーツですね、1個挟む必要性がありますよと。このパーツに関しましてはポリキャップではなくプラ製のパーツになってるんで、ね、一応これをここのところに入れますよと。で私のやつは今回塗装ではなくデカールを貼り付けてる関係でね、こうつけるときに指が滑ったりしてね、デカール傷つけないように注意が必要です。まあこういう風に仕込みましたら、ここのところにこちらですね、足を入れますよと。で入れるときにやりにくかったら、ももパーツ外して外パーツ外してあげて、この状態でパチンと入れてあげると入れやすいですね。まあデカールとかもね、気づけない可能性があるんで、ね、そっちの方がいいと思います。であとこちらのパーツを戻してあげて、これで脚部パーツがつけることができるという感じですね。はい、なので反対側ですね、右足の方もささっとやってしまいたいと思います。同じですね、ここのところにこちらのパーツを、まあ一応ねやりやすくももパーツこの状態にしてあげて、ここのところにパチンと、そしてこちらのももね走行パーツつけて、あと足をつけてあげれば、これで脚部っていうかね、下半身が出来上がるという感じです。はい、いかがですかね。まあこんな感じ、どうしてもやっぱりね作ったばっかりっていうのもありますんで、結構ツヤツヤ感は強いんですけどね、まあこんな感じで作ることができますよと。で次にボディですね、こちら行きたいと思いますけど、こちらのパーツ腕のところですね、ここのところに肩アーマーを入れますよと。これに関しては先ほどね組み立て説明した時と同じように、左右形状決まってるんで確認してつけてあげて、閉じるっていうかね押さえるかのようにこちらの前腕パーツをつけますよと。で同じような感じでここのところに肩アーマーつけて、腕つけてって感じですね。であと頭部に関しましてはこの状態でねつかないので、首パーツこれは綺麗に切り離しますよと。でこれ前後決まってるんでね、一応こちら穴の形状を確認してつけた方がいいですね。でこういう風につけましたら、頭部をここのところに差し込むと。はい、一応こんな感じで、最後に上半身と下半身をここでくっつけてあげると。その時にポリキャップですね、これを狙って刺さなきゃいけないんで、ここだけ確認しながら差し込んであげると、こんな感じで強雷の方がとりあえず立つという感じですね。であと背中のところにキャノンですね、これをいつもと同じ感じですね、ここのところにつけてあげれば、はい、これで強雷回がまず通常通りね完成するという形となっております。とりあえずこの状態でギミックなしでぐるっといきますね。ぐるっと回すとこういう感じですね。はい、以前の強雷と似てはいるんですけどね、やはり腰回りとかがね組み立ての状態で見ていただくと分かると思いますけど、結構変わってるんで、その辺お話ししていきたいと思います。とりあえず頭部に関してはね、左右とかの可動範囲はあんまり変わらずという感じですね。これに関しては問題なし。アイプリントとかね、この辺が以前のやつと違ってね、アニメ寄りになった、そんな感じでしょうか。はい、で肩のキャノン、これに関しましてはここの部分での可動ができるのと、これのねスライドギミックがあるんで左右に振ることができるんでね、普通の強雷にするときも強雷回にするときも簡単に動かすことができると。で腕に関しましては、まあ真上とかいけますけど、一番はこうですね、引き出し機構がちょっとついたので、以前のものと比べてね可動範囲が広いですよと。で肩を上げるときに髪の毛のパーツをねちょっと当たってしまうので、そこだけちょっと注意ポイントですけど、まあ腕をこうやって上げることができます。ここでね動きますよ、ロールもできます。肘の可動は同じですね。はい、これは大体似たような感じとなってます。でやはりですね、こちら強雷回になったことによって、やっぱり手首パーツ、ここが今までのパターンと違うので、非常に可動域が広いと。この振りっていうかね、この手首ジョイントによってこう可動域をね変えられるっていうのは非常にいいポイントですね。うん、できればここの根元の部分が別パーツ化されてるんで、ここのところも可動式になって、ここでガクッと動いてくれると、よりね可動域広くなって武器も持たせやすかったかなって感じがしますけどね。まあそれはそれでいいと思います。左右同じ感じ。ボディのここの部分に関しましては、振りとかね、これボールジョイントですよ、胸部もこうやってね上下可動するのは変わらず、ここの部分の可動域もねあまり変わらないんでね、まあ今までのやつと同じような感じで動かすことができます。一番の違いはやっぱり腰回りというかね、これですね、スカートパーツが全部こういう風に跳ね上げることができるようになったので、可動域が一気に変わり、フロントパーツですね、これも可動することになっていますと。で腰の部分ですね、これがこういう風に前に出せるようになったと。これですね、今までのやつはこちらねスカート部分のところにパーツがパチンとはまってしまって、足の可動はここしかなくて、通常の強雷はねスカート自体もこれ固定になってましたけど、こちらの強雷回バージョン2になったことによって、これがね跳ね上げ式になって、さらにここで動かすことができるようになったので、可動域が非常に広くなったと。で足もこういう風に広げると分かりますけど、
ここのところのジョイントブロックですね、ここのところでグイッと引き出すことができるんで、ここまで足を広げることができるようになり、ここの接続部分での上下の可動もこういうふうにあるんで、引き出すことによってより可動域が広くなると。で、足のね、ももパーツに関しましても、ここパチンって今まで止まってた部分以外に、ここ内部にあるスライドギミックですね、これがありますんで、調整することによってこちらね、足アーマーっていうかね、この膝アーマーに当たる部分が解消できるんでね、こういうふうに動かしやすくなりますよ。ももに関してはロールは変わらず、膝関節も基本的に変わりません。で、キャタピラに関しましても作り方は変わってますけど、構造はねあまり変わってないんで、まあ見た目が良くなったよって感じかな。で、足首が今まで見たとここの振りと足首のここの可動のみではなく、さらにここですね、ここの部分の強雷カラーのこのパーツと足首のっていうかね、この足の底の部分でちょっと形状が違うというかね、パーツが異なっているんで、こういうような可動ができるようになったのも一つ、可動域が広くなった利点の一つですね。まあこんな感じになったので、今までね古い強雷しか持ってなかった方は、新しくこちらのね強雷下位バージョンに買っていただきたいね。うん、非常に可動域が広くなってるんでいいですね。ただこちらの背中のねハイブキャノンに関しましては、相変わらずねちょっと下手なことをやると簡単に抜けてしまうっていうのがあるんでね、これだけちょっと気になるポイントかもしれないですけど、まあこんな感じとなっております。で、こちらのところにこちらのホルダーパーツをつけてあげて、ナイフですね、これを下げることができるっていうのは変わらずのギミックです。なのでこちらですね、もうちょっと別な方法でなんかホールドできたら嬉しいなと。これ例えばシルバーで塗ってしまって、ここだけザクッと刺してしまうとね、傷ついてしまうので、反対側からもなんか止めるパーツがあればよりいいのかなって感じがしますけどね。まあこんな感じです。で、自立させにくかったらキャタピラですね、これを展開して地面にねつけてあげれば、これだけでもね自立させることができますし、後ろですね、ここのところにフライングベースをつけることができるというふうにはなっております。はい、一応基本的な可動範囲とかはこんな感じとなってます。で、胸部パーツのお話ですけど、こちらがとりあえず小という形なのかな。で、これをこのままここからパチンと外してあげて、ちょっとジョイント残っちゃいましたよね、これをここから外してあげて、まず胸部のこの状態を作ります。で、これやっぱり外れるようだったら接着した方がいいと思いますよね。まあこういうパーツをちょっと外しまして、ここのところに2種類のグレーのパーツがあるわけですね。このパーツをパチンとつけてあげると突起の状態にできるんで、ここのところに拡張パーツをつけたりとか、その逆のバージョンもあります。これをつけてあげるとピンのやつを刺すことができるっていうね、こういうような拡張パーツがあったりとか、組み立ての方を紹介しました。こちらの胸部パーツ中、そして胸部パーツ大ですね、これをつけることができるよと。とりあえず台をつけるとこんな感じですね。今までのやつと比べて、まあこういう風に白いパーツが増えたんでね、さらに印象変わったと思いますけどね、こういう風に胸を大きくすることができたという感じですね。まあこんな感じのパーツも新しく追加されております。そしてパーツの組み替えを行く前に、強雷下位の武器ですね、これをつけたいと思いますけど、まずこちら側面のこのパーツちょっと外しまして、この状態にして手首パーツですね、これをここから外しますと。一応ジョイント抜けた方がやりやすいと思うんですけどね、一応こちらのジョイントパーツを抜きますよ。で、こちらのジョイントのところに武器持ち用の手首パーツ、指がこう出てないやつですね、これをここのところに一応セッティングしてあげまして、これをここのところに持たせると。まあこれに関してはいつものパターンですね、若干強引にグイグイと持たせてあげて、こういう風につけてあげますよと。そしてこちらの状態でここにつけてあげて、これで OK なんですけど、これだと結果的に保持力はね手首のみになってしまうので、やはり安定感が悪いね、ここのところをつなぐようにして、このパーツを使って連結してあげますよと。その際こちらですね、見ていただくとモールド的には下のところが四角い穴、上が丸い穴っていうかね、こういう形になってるので、四角いところがレールガンになるようにして、ここにつけてあげて腕と連結してあげると、こういう風にしっかりと保持させることができますよと。で、こちらの武器持ちの手首、まあ左もありますけどね、そちらのところにナイフを持たせることも可能という感じになってます。ちょっと胸部パーツ今外れてますけどね、こんな感じで武器持ちさせることができるというふうになってます。で、こちらの強雷から肩アーマーを外し、ちょっと武器に関しましてはね、これじゃない方がいいと思いますけどね、一応この状態にしますけど、ここの状態から足パーツ、反対も同じような感じでこれ外してあげて、フロントのパーツっていうね、この前面パーツを外します。で、ここのところにこちらのね見慣れたやつ、これをここにパチンとくっつけてあげて、反対も同じような感じでこちらをパチンとくっつけてあげる。はい。で、肩に関してはこのままですよと。で、背中のハイブキャノンをこちら外しまして、軸の向きを変え、レールをスライドさせて、これをこちら側につけてあげる。そして胸部パーツですね、これに関しましてはこちらのパーツですね、これをつけてあげると、これで強雷になるわけですね。はい、いかがでしょうかね、これで強雷です。
で、ゴーライのこちらの胸部パーツも同じような感じで、ちょっとね、根元外れちゃいましたけど、これもまたね、同じような感じで外してあげて、胸部パーツの、こちらが大ですね。で、こちらが中ということで、中をつけようかな。こういう風につけてあげると、はい、こんな感じにすることができる。やっぱりここのね、白いパーツが増えることによって、ちょっとね、印象が変わるっていうのもなかなかいい感じだと思いますけどね。今までのゴーライをね、これから買うよりは、こっちのね、ゴーライ回、バージョン2を買って、こちらのね、ゴーライにもできますし、ゴーライ回にもできるってね。さらに胸部パーツも、もともとついてる胸部パーツをショートするならば、こういうような中とかね、大きいタイプの台にすることができるっていうのもあります。ただですね、こちらのゴーライ回バージョン2を買ってしまった場合、ゴーライについてたちょっとでかいキャノンですね。あれはこれについてこない形になってしまうので、ちょっとゴーライとしての武装がここのハイブキャノンのみになってしまうと。まあ手持ちのこのね、レールガンなしにした場合ですね。そうすると肩のハイブキャノンとナイフしかなくなってしまうので、あの特徴的なバズーカ、あれがないので、やっぱりね、ゴーライは両方揃える必要性がありますけど、別途ですね、あちらのキャノンを入手することができれば、これ1個でこと足りちゃうんじゃないかなっていうぐらいね、非常に素晴らしい出来となってましたね。こちらのスカートパーツというか、ここのね、足回りが改善されたっていうのもね、非常にいいんですけど、これ以外にやはりですね、手首パーツ。これがね、ジョイント式になってるのが非常に私としては大きいですね。やはりこうやって武器を持たせる。まあ、ちょっとこちらね、固定パーツ使ってるんでロックされてますけど、こうじゃない刀とかね、あとは別なライフルみたいなやつとかね、そういうのを持たせたりとかね、あとはバズカ関係、肩に担ぐ系のやつをね、持たせるときには、この手首パーツが非常に役に立ってくるわけですね。なので一応、こちら、ゴーライに関しましては今、ゴーライ回バージョン2が出たんで、後々、スティレットのね、バージョン2が出たりとか、バーゼラルドのバージョン 2.0 とかね、そういうのがもしかしたら今後、リメイク的な感じで出てくれると思いますけど、まずはゴーライ回が出たということで、次のね、スティレットの方にちょっと期待したいという感じでしょうか。はい。ということで、全2回でちょっとね、お送りしました、こちら、フレームアームズガールのゴーライ回バージョン2。こちらをね、ちょっと紹介していきましたけど、気になった方はね、ちょっとチェックしていただければと思います。はい。ということで次回ですね。次回はですね、一度発売されたんですけど、あまりの人気でね、もう瞬殺で売れてしまい、しばらくね、プレネだったんですけど、ようやく再販がかかった。そんなものをちょっと紹介したいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。